曖昧動機に突っ散らすということで、マインクラフトハードコア100デイズ11日目最初からというわけで、10日目を見てくれた人やっとわかると思うんですが、まあ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 、あのね、予想外すぎた。ただ前回の失敗を生かし、経験したことを別個しと、このパート2、まあ、100で11日目にやっていきたいと思います。スタートじゃん。さあ、いいとこ来いよ、いいとこ来なさいよ、頼みますよ。さあ、なるほどね。あ、なんや、なんやこの穴を。はい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 。まあ移動すればいいからね。そうだからね、思ったんすよ。だからパート1っていうか、1日目2日目とかと同じ映像をね、みんなに見せることになるのも嫌だなと思って、まあ、ある程度はねサクサクサクっといこうと思うんですけど、前回のまあ行っちゃった経由としては、まあ洞窟ちょっとまあハラハラはねなくなっちゃうかもしれないけど、洞窟行かんでよくね。で まず第一に今日は村を見つけて、でその村からもう、非常にこの音がクリーパーが近づいてきて爆発する時の音が聞こえるから、ちょっとね怯えてるから。俺のマインクラフト史上で一番嫌いなのが誰だっけあいつ、スケルトン。やったのがちょっと更新されちゃいましたね、さすがに。まあ言うなればガチで悲しかったな、あれ。だってもうあと攻撃してエンダーパールもらって、でエンダーアイにして探してはめ込んでいける。ただ思ったんすよ、防具つけれないじゃないですか。だからエンチャントじゃないポーション、まああいう、 もう不良のやつ、ごめん、超力来たら無理やけど、あれ防御力アップのポーションってあったかな。そういうのがあればそれを早急に作りたい。せっかく裏蔵で作ったのに、サトウキビ畑ハラハラしながらなあ。まあでもこれがね、ハードコア俺流100デイズの、まあ、醍醐味かなと。よし、サバイバルしてるよ。飯だけはねマジでしっかりいるから。あー、そっか、ボートでいきなりねがっつり行っちゃってもいい。いるいる、うわすげえ。なんなんだこれは。羊毛で寝かしていただきますね。感謝を込めて、感謝を込めて寝ます。おやす。さあ焼き上がったんでいきましょうか。見てください、この食の食、見てください、この食料の量、完璧です。しゃい、前回もボートは乗ったか。お、海なんじゃない。全然ちゃうし、ちょっとここは住みづらいな。プラス村じゃないと、
お、なんか村あるくない？ちゃうか。しっかり回収。ちゃうか、紛らわしい。何やろ、四角木。あ、あった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 。なんか前回と似てね。前回のマップかこれ。ほら、あのキノコみたいな屋根。わ、しかもネザーゲーティングある。あの何だっけ、あれ当てたポータリングがある。あれで黒曜結構ん、何その黒いの。あ、びっくりした。いいの来い、いいの来い。はい、なんだこれは。やった。若干4とかいらん。え、これはうまい。あと着火面作って、これはめっちゃいいスタートなんじゃないか。ガチで。で、しかもかぼちゃがある。いや、おいしいぞ今回。ええぞ。で、村も見つかってるでしょ。で、これくり抜いてかぶっていく、揃っていく。崖の上の村人大丈夫それ。うわー、なんじゃいのこれ。どういう感じ。前回より全然でかそうではある。うひょ、何今の時間差。ゴリッテキ出てくるやんこれ。ま、うわぁ、欠陥だらけだね。まあそこの、あー全然いるわ村人。これ寝るの遅れたら一瞬で死ぬね村人が。パンパン、この村人全部守りきんのきついね、さすがに。あーごめん、でもしょうがないから。大吉ちゃん牢屋みたいになってるやん。どういう設計したんこれ。うわ、あーでも全然就職してないな。もう製図か。で、なんで村が必要かっていうと、まあこう物資もすぐゲットできるし、あれよ、不死のトーテム、これがめっちゃいんの。だから結局前回の時ももういけるんやけど、あの村が欲しかった理由としては、その聖職者でエンダーパールもらえる、プラス襲撃イベントを起こすために欲しかったっていうのは、これ俺のいいでしょ。よし、狭くそ狭いやん。なっとかならんこれ。よし、オッケーオッケー。新たなスタートかなりいい、かなりよろしいこれは。ただちょっと本当にまあまあえぐいから、いろいろと、まあいろいろとえぐいけど、まあ新しいねスタートにはかなり最適な場所なんじゃないでしょうか。ということで、こっからまた新たな旅が始まるので、ぜひね皆さんの高評価とチャンネル登録がまた私のモチベーションにつながるので、ぜひよろしくお願いします。つうわけで、さよなら。